CC の公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。 C の代表の篠崎です。今日は雨模様でございますけれども、4月1日、まあ世間的にはですねエイプリルフールなんて言われますけれども、最近あんまねエイプリルフールって言われないですけれども、エイプリルフールなんじゃないかと思うようなですね、非常に良くないことがですね世の中で起こっています。起こっているんですけれども、正しい情報、やっぱりですねそういったものをちゃんとですね、知っておくということが私たちの仕事では非常に必要ですね。特に、美容師はですねお客様と濃厚接触します。濃厚接触しますので、まあ、必ずマスクを着用の上にですね施術をしたり、まあ、お客さんがマスクできないですからね。それから手指消毒、そういったものをするお客様が触れるもの消毒するっていうことが大切なんじゃないかなと思います。それ以上のことはできません。ですけどねやっぱり、まあ、飲食ほどではないと言われてますけども、美容師も、まあ、床屋さんもね多分暇だと思うんです。ちょっとね控えめだと思うんですよ。これってねやっぱりニュースのせいだと思うんですね。テレビニュースのせいだと思うんですけども、僕はね今日言いたいのはですね、もういい加減にしてくれ煽りニュースということなんですね。煽りニュースっていうのはね何かと言いますと、非常に残念ですけれども、先日、タレントの志村けんさんがお亡くなりになられました。コロナウイルスによる肺炎のが原因ですね、お亡くなりになられたんですけれども、まずね、一番嫌だなと思ったのは、身内で、まあ、お兄さんが対応されてましたけれども、お兄さんをですね、煽るんですよ、ニュースが。もうね、すごい煽るの。調べれば、お亡くなりになった後にですね、ウイルス関係の感染症なんて会えないっていうことはね、まあ、分かりきってることなんですよ。やっぱりね会えないんですね。で火葬されてそれから戻ってくるらしいんですね。そんなこと分かってんのに、調べればお顔は見れたんですかとか、そういう最後に会われたのはいつですかとか、お会いになりたかったですよねとか、なんていうんですかね、そういうことを聞いて、お兄さんが悔しいですって涙を流したりとかしてる絵を撮りたい。本当にいいんですよね。なんだろうな、比較ニュースっていうのをね、比較ニュースしてないじゃんっていうのを前に動画で上げたことがあるんですけど、なぜ比較ニュースをしないのかっていうのが僕は一番不思議でしょうがないんですね。だんだんそういうね正しいことを言ってくれる専門家の方が増えてきてることは確かですけど、結局ねテレビっていうのは視聴率がないとダメなんで、煽ったりとか、なんていうかな、恐怖ニュースっていうんですよ。あんなのね、したらね、買い占めもしたくなりますよ。そんな当然じゃないですか。で、その比較ニュースっていうのはなぜかっていうと、まず、今回のウイルスに関して、どういう方がね、危ないのかっていうのがね、だんだんっていうか、ほぼ見えてるんですよ。で、今回のウイルスに関しては、インフルエンザと違ってですね、ある特定のところの方にですね、非常に毒性が強い、特定の方の致死率が非常に高いウイルスであるということがですね、ほぼ判明しているんです。で、その特定の人っていうのがね、どういう方なのかっていうところなんですね。で、高齢者の方っていうのはもう皆さん分かってると思うんです。で、もう一個ね、特定疾患の方っていうんですよ。で、特定疾患って言われてもですね、分かんないじゃないですか。で、癌かもしれないしね。なぜそういうの言わないのかって不思議でしょうがないんですけども、ここでね正しい情報を言うとするとですね、腎臓系のもの腎臓系の疾患の方、それから糖尿病系のものの方っていうふうに、分かっています。ですからですね、
家族にそういう方がいらっしゃる方は外出控えた方がいいでしょうね、これね。自分が移ってもですよ、その人に移ってしまったらその人が死に至る可能性が非常にあるわけですよね。これって、まずそういう情報がすごく大事なのと、それとあと、亡くなる方のほぼほぼ、まあ、ほぼですよ、ほぼです、ほぼほぼ 100% っていうわけじゃないんですけども、70歳以上の方が亡くなってます。70歳以上の方が亡くなってるってことはですね、逆に言うと70歳以下、特に65歳以下の方はですね、ほぼお亡くなりになることはありません。で、お亡くなりになるとしたらどういうことかっていうと、先ほど言った疾患があるとかいうことになります。じゃあお前なんでそういうこと言えるのかって言ったらですね、インフルエンザも同じだからなんですよ。風邪も同じなんです。で、うち妹が看護師なんですけども、老人介護施設で働いていたことがあるんですけども、本当に兄貴、風邪とかインフルエンザ、特にインフルエンザまずいよと、もっとやばいのは、ね、ノロだそうです。ノロは本当に致死率、老人ホームとかで流行っちゃうと本当に致死率が高いそうです。でね、数字で調べるとどのくらいかっていうとですね、インフルエンザによってお亡くなりになっている方、2018年で日本ですよ、日本3300人約、いらっしゃいます。そしてですね、風邪でお亡くなりになる方、風邪はですね、風邪ひく方って、1000万人いるんですね。その中で、1000万人の方が風邪が原因の、でお亡くなりになってるんですよね。で、それはですね、風邪が原因で亡くなってるっていうのは、そのまま肺炎に移行したりとか、そういったところで亡くなってるんです。これを主に高齢者になるんですけどもね。結局ね、そのくらいの方が毎年風邪の症状、インフルエンザを含めた、風邪等の疾患でお亡くなりになっているわけですよ。で、この報道をしないで、コロナやばいってなってるわけじゃないですか。アメリカやばいとか、東京やばいとか。考えてください。インフルエンザ、2018年1月を例と取るとですね、1月だけで1700人、インフルエンザでお亡くなりになっています。これって、やばい、インフルエンザやばいっていう、ね、恐怖ニュースにならないじゃないですか。なんで恐怖ニュースにしないんですか。コロナよりよっぽど危ないですよ。幼き命もなくなることもありますし、僕らインフルエンザにかかってもね、非常に厳しい状況になるじゃないですか。今回のコロナ、多分僕らかかっても多分厳しい症状出ないと思うんです。8割ぐらいの人がですね、かかっても 無症状だって言われてるんですよ、僕ら年代っていうのは。だから今このチャンネル見てる若い方は、もし感染しても多分ほとんどの人分かんないと思います。ちょっと風邪気味ぐらいで終わると思います。だからね、危なくないんですよ。特定の人たちには危ないだけです。だから僕らが、まとめるとね、気をつけなきゃいけないのは、高齢者もしくは、腎臓系の疾患、それから、糖尿病の方、それから肺炎とかをすぐ併発するような弱い方っていうのが、もし家にいる、近くにいるんであれば、非常に気をつけた方がいいと思います。ただ僕らはですね、65歳以下は死ぬ確率はほぼないので、通常に生活をして、通常に消費をして、通常に経済を回すことが大切で、一緒に外に出ないっていうのはですね、非常に日本は危険だと思います。はい。で、その原因となっているものがですね、煽り恐怖ニュース。ああいうニュースを流している限りはですね、買い占めだったりとか、そういったものが終わらないと思うんですよ。恐怖ニュースをしている限り。恐怖ニュースをまず終わらすことが、日本で一番今最初にやらなきゃいけないことだと思うんですね。そして、私たち、まあ僕はもう若くないですけれども、このチャンネルを見ている若い方や、僕ら年代が、かかっても大丈夫な年代が、正しい情報を、入れるということですね。はい。で、正しい行動をするということです。正しく恐れる。恐れなくてもいい人は恐れない。ということで、やはりね、仕事しないと、別の意味で死ですよ。はい。コロナウイルスによる肺炎等で
お亡くなりになった高齢者の方や、まあ、特に志村けんさんとかは非常に無念だったと思います、僕らもそうですけど、もし僕らが死ぬようなウイルスであれば僕もコロナウイルスにかかりたくないし、死にたくもないと思いますが、経済が回らなくなって仕事がなくなって生活ができなくなればそれも死なんですよ。同じなんです。だから大丈夫な人は大丈夫な人たちで経済を回すしかないんですよ。だから煽りニュースやめろということですね。最近ね、まあ桜咲いてるじゃないですか、そろそろ葉桜になりつつありますけれども、花見にね行ってる人にインタビューしに行って自粛ムードですけどもどうですかとか、ありえる、ありえないですよ、ありえない。そんな俺だったらね、もしそこに花見してて、まあ、子供と僕は花見行きましたよ、行きましたけれど、もしそういう人が来て、インタビューされたら、まあ、放送されないようなことを僕は言いますね。あんたたち煽って、僕らが反省してるんだ、してるみたいなことをですね、引き出したいんだと思いますけど、本当にお前ら最低だなって僕は言ってやりますね。だから放送されないですよね。はい。だって、あ、そうなんですか、自粛ムードなんですかみたいな、世間を知らない若者とか、自粛ムードなのに花見をしてるバカみたいないうようなことで取材に来てるわけじゃないですか。ね、ひどくないですか。僕はこの状況でも、全く大丈夫な年代でですね、美しいものを見て、さ、これからみんなで気分を入れ替えてやろうぜって、思ってる人たちにね対して、思ってる素晴らしい方たちじゃないですか、花見してる人っていうのは。その人たちに対して、自粛ムードなのに花見してるのにバカじゃんみたいな、自粛ムードなんですけどどうなんでしょうかとかいうですね、インタビューしてるバカテレビ局、本当に頭くるよね。これはね、本当にテレビ離れするよね。本当に僕らの父の年代、70代とか60代、70代、80代の方しかテレビ見ないなっていうのはもうすごくもう明白、見てて不快しかないし面白くもなんともないじゃないですか。そしたら YouTube 見てたりとかインスタ見てたりとかした方がよっぽど自分のためになるし、よっぽど正しい情報が入ってくるんだって分かるかな、まあということでですね、今日は許せない煽りニュース、それから、コロナに対する正しい情報を入れようっていうことでですね、動画を撮らせていただきました。今日はですね、4月1日で、月末締めなんで、今日はジムデーなんでね、サロンワークはちょっと抜けるんですけど、まあ、いろんなことを思いながらですね、今日1日、生活したいと思います。まあマスクをね、あ、ごめん、マスクをしろしろって言うけど、マスクないんだからさ、買えないんだから、ない人はできないしね。使い回しとかしてるけど、なんか4月の第1週ぐらいからね、もう出回るって言ってましたけど、出回ってないよね。ね、ただしかしね、これを見てる人は分かると思うんですけど、もしね、大阪とか、まあ、関東じゃない方、なんか普通にあるんですよね。関東だけだって聞いたんだけど、前、セミナーに行かせてもらった北海道の方がどうなんでしょうね。僕は全く関係ないと思うんだけどね。バカじゃねえのって思ってんじゃねえかなと思うんだよね。向こうの方の人も。マスクがねえ、マスクがねえとかさ。この前もドラッグストアの前通ったら200人。200人ですよ !200 人信じられます？某ね、こちらの方にあるカインズホームっていうね、ホームセンターにね、ちょっとお店のものをですね、買いに行ったんですけれども、それは全然関係ないですよ。洗剤とかなんだけど、そしたら、ね、なんかすげえ並んでんの。何この人たちって思ったら、後でね、ネットでチラシを見たんですよ。そしたらですね、15枚入り ?20 枚入りの5枚入り なんかすごいちっちゃいやつなんですよ。の、マスクが200、先着200名に、200名買えますみたいな感じのですね、あれがあって、朝だけですみたいなのが書いてあったんですよ。で、僕はちょっと朝早く行きたかったんで、9時ちょい前に着いて、開店の9時にですね、店内にポッと入ったんですけど、入った瞬間に、マスク、
本日の配、本日分は売り切れましたって言ってたんですね。だから多分200人分あって、多分195人とかしか並ばなかったんでしょうね。で、こうバーってなくなっていって、で、あと5人ププって並んだところで、はい、終了みたいな感じで、店内で放送がかかるみたいな感じだと思うんですよね。でも確かにね、困ってる人だったら、なきゃいけないと思ったら、そうなるよね。なるんだけど、その本当に必要なのかっていうこともね、なんだろうな。例えばさっき言ったね、高齢者の方とか、それから、家にそういう、こう、疾患の方とか、高齢者の方がいる人とか、本当にこう、必要な方っていうのがいらっしゃると思うんですよね。で、その人たちが買うべきものなんですよ。だけどね、ただ単純に元気な人たちがね、並んで買ってもしょうがないと思うんですよね。僕はそう思いますけどね。ほんとね、キッチンペーパーなくなったりとか、アホでしょ？ほんとにね、不思議です。不思議だと思います。そういうことで今日も一日やっていきましょう。さよなら。3、2、1、9。最後までご視聴ありがとうございました。動画良いと思ったら高評価のグッドマーク、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。